ピンチが犬を飼ってる人に一言名前を呼ぶ時はチャンをつけるのはやめてくださいチャンをつけると犬はチャンまでが自分の名前だと思い込んでチャンをつけないと振り向かない場合があります犬にはピンチがチャンス JJ チャンネルです皆さん怒ってますか反論してますか えー、丸山議員ですね、奥様を殺したのは丸山議員ではない、彼はサイコパスではないというですね動画を昨日あ上げましたら、ですねだん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 だという形で、JJ ー <laughs> 何言うてんねんと、それは違うぞと、お前の言うてることは間違ってるぞというですね、まあ、コメント、そしてまあメール、ツイッター、いろんなものでええ加減にせえというようなご意見いっぱいいただいて、どうもありがとうございます。 そうじゃなくちゃ面白くないといととうことですよねテレビで報道されている通りのですねいや事件はこうだったなんてですね解決した事件を解説するならそれでもいいかも分かりませんけどもまだ事件がですねどうなるか分からないまだ起訴もされてないただ逮捕されただけです逮捕されていうように起訴される確率っていうのは10件中3件なんですよ。 つまり7割は起訴できない逮捕だということを皆さん、ちょっとご理解しておいてくださいそしてですねこの JJ チャンネルが、ね、みんなと同じようなことを今、報道されていると同じようなことを言うのであれば僕は動画を上げる意味がないと思ってますなので、このまま、ね、丸山は犯人ではないと彼はサイコパスではない。 マイルドサイコパスぐらいじゃないですかね、マイルドですあるんです、実際にですねサイコパスっていうのは精神病質という、ですね一応そちらの精神病ではないですけど、精神病質という中で常駐ゲームみたいなのがあって、ですね、まあ、マイルドサイコパスという、いっぱいたくさんいてるんですよというところに僕はぐらいは入ってると思いますけど、彼はですね僕の感じですけども、もサイコパス本来の持ってる本物のサイコパスではないと。 いいう,うに思いますなので今回の動画を見ていただいてですねどんどんねお前それ違うやないかジェジェはほらいう風な形ねどんどんくださいでこのチャンネルはですね、えー、僕ちょっとはですねちょっとこれ難しいこと言うてるのかなとねあの一般論ではちょっとかけ離れてるかなと思いながらですねこの動画を回してますけども。 えー、そこでですね、ちょっとボードにまとめてみました、ボードに。ね。JJ チャンネルの画展がいかない事故。ねえ。このボードに書いているですね、まあ、9つか何個かあるかな、2、4、6、9つかな、ぐらいのことがちょっと僕は画展がいってないんですよ。こんなに画展がいかないまま、ね、報道の通り、丸山がね、犯人だと決めつけるわけには、JJ チャンネルとしてはいかないと。ね。 youtube の考察動画ねミステリーを扱う JJ チャンネルとしてはですねそこに落とし込んではいけない斜めから見るんだということでこのようなボードを作成しましたそして今日はですね皆さんからいただいたコメント JJ 違うやないかっていうコメントもたくさん紹介させていただきたいと思いますので、ねえー、書き込んだ人を心して聞いておいてくださいあなたの名前を呼び上げるかも分かりませんということですまずですねこれ一番動機が、ね、一番上からい,いきますよ 動機が殺人に及ぶまでのことか、いうことなんですよ。ね、このダブル不倫ごときでこんなに出世して人生順風まんまにいってるような人が、あんな気性のいい奥さんをね、ダブル不倫ぐらいでこれあんな殺害するかなっていうのが一つの疑問です。動機にしてはちょっと薄いんゃないかと。で、逆にですね、これね、 もしもやるんやったら、もううるさいな、この女、いうことで、うちの家庭まで入ってくんなよ、と。ね。俺とこの嫁の、後で実家の話しますけど、嫁のところの実家もめちゃくちゃ金持ちで、資金援助もしてもうてて、ね。そしてうまいこと言ってんねんと、家庭はほっとってくれと、お前とはアバンチュールや。そこまで言うのやったら、お前をやるでって、逆に奥さんじゃなくて、愛人の方をやったんやったら、まだ、これね、あの、やる可能性あるな、というふうに思えるんですけども、 というのが一番上に書いてることです。ね。こんな動機あるかなぁとね。で、二番目、ここですよね。アリバイ工作をするならね、普通ですよ。あそこまで綿密に、もしもあれがアリバイだとしたらですよ。 自分の車使う僕やったら絶対使わへんな。携帯 GPS 繋がってんのすな、議員やったら分かってるわ、それぐらいね。携帯ぐらいね、アリバイ工作すんねやったら宿舎に置いとくわ、僕やったら。そしたら携帯ずっと宿舎にあるやんか、車もずっとあるやんか、俺もち途っと11時半まで飲んでたやんかって俺やないって、ここまでぐらいはアリバイ工作するんちゃうこんな片手落ちな自分の車で持ってて GPS も携帯持ってて移動してて車もカメラに映ってるってね。 こんなしょうもないアリバイ工作するかなっていうのが2番目です。ね。そして3つ目、もしもアリバイ工作をするとするんあれば、事件現場をなんで荒らしてないのっていうことですよね。奥さんバーンとこうなってるだけね。口はらすんちゃう他人のね、あれにね、見せかけようと思ったらね。 そしてこの次もそうですね。なんでご遺体を遺棄しないのかということなんですよ。失踪に見せかけることも可能やと。そこまで自分のアリバイ工作をするんやったら、現場で奥さんこんな状況にするんじゃなくて、奥さん車にボーン積んでね、死体を遺棄して失踪したんちゃうかなーってやる方が、普通のアリバイ工作もやりやすいんじゃないアリバイ工作というか、他人の仕業に見せかけるっていうことを考えるんじゃないかな。まあ、いろんなことをね、画展がいかないんですよね。そしてですね、 これ真ん中、妻ののぞみさんはなぜ、ね、深夜の事務所にいたのか顔見知り、こここなんですよ。これはちょっとですね、あのー、今までの僕の、えー、ところでは、ちょっと相反するちょっと、ね、疑問点なんですけども、夜中にね、12時過ぎにね、なんで事務所に奥さんが普段着でいたのかと。 ということは、訪ねてきた人は、顔見知りやったから入れた。もしくは、事務所で案内するから、仕事関係。なんか話があったから、事務所に入れたんかな。で、普段着のまんま言うことやから、まあ、ここは顔見知りじゃないかなーって気がしますね。もしも犯人がいるんだとすれば。しかも、その下ね、事務所の鍵は開いていたということですからね。 で、あと、喉の骨が折れていたっていうことがありますよね。これ実はね、この考察というですね、これ過去の判例、事件を見ても、考察をするのは犯人は男性っていうのがもうほぼほぼ95%、99%以上がそうです。まあ女性が考察っていうのはなかなかないんですよ。いや、大体薬を飲ますっていうのが女性の場合多いんですね。あの薬を飲ましてからね、これ木島かないもそうですよね。それとか練炭とかの使うっていうのは女性が多いんですけども、まあこれ、 25%が男喉の骨が折れるぐらい。ということは犯人は男性実行犯は男性もしくはこれ共犯というね僕の考察では愛人が誰かと共犯したっていう可能性もあるんじゃないかなっていうのはここですね合点がいかないと、ね。そして下から2番目ね。 警察の取り調べを愛人が受けていた共犯者と、これは実際にですね、これ愛人。で、後ほ愛人のこともお話しますけども、この愛人は警察の取り調べを数回受けてます。ということは、警察の捜査線上に、やっぱりこのダブル不倫っていうのがちゃんとあって、この愛人もひょっとしたらこ共犯じゃないかとか、いろんなことを調べてる背景はあるという、これは事実なんですよね。 だ、なので完全に白ということではないですよ。ね、ということです。え、そして最後ね、マリアのサイコパス感は僕の中では薄いです。あれはサイコパス感というただのアホですよね。ちょっとね、あの、インタビューに関してもね、皆さんね、 経験ありますカメラの回ってる前で、しかも自分が議員というポジションで、そしてああ言ったインタビューを受けた時に、普通の素人がバッとインタビューを受けているようなですね、非常に深刻な顔をしている状況だけではなくて、やっぱり人前で喋る、演説をしたことがある、ちょっとやっぱり演技っていうのも入った上でカメラが回ってるっていうのは僕はありだと思うんですよ。 なので、彼がたまにニヤッと笑ったりすることとかね、いろんなことありますけど、まあ、ここの部分に歌詞とみんがいろんなことをコメント書いてますよ。こんなありえへんと奥さんが亡くなってんのニヤニヤするなんてとかね、いろんなことありますけども、ここのマイルドサイコパスやったらありえるんですよ。いっぱいいてます、マイルドサイコパスって。ね。 ということで、これ JJ チャンネルのテンがいかない事項どうですか皆さん、テンがいくのに説明できますか説明できるんだったら、バーンとくださいということです。ね。何をくださいって、まあコメントとかメールとかということですよね。今日は力が入ってますね。ね。えー、結構時間を気にしないで今日話しています。ちょっとね、次のね、プレートを見てほしいんですけども、 それではですね、ちょっと次のボードを見ていただきたいと思うんですけども、キーワードです。さっきは合点がいかないところ、そしてまあ全体的にいろんな視点から見たときに、この事件ってこういうキーワードっていうのを探っていったら真相にたどり着くんではないかっていうのを僕なりにまとめたボードが、まあ、こちらのボードになるということです。まずですね、この事件の背景には今のところですね、情報が少ない中、ね、こう言われてます。ダブル不倫をしていたと。 で、ね、一番上ね。そして、このダブル不倫ってわかりますよね。この丸山大輔も、この不倫をしていた女の人も、両方とも、この不倫相手も旦那さんがいたと。丸山大輔もご存知の奥さんがいたと。つまり、これダブル不倫だというようなこと。これわかりますね。そして、不倫相手は、長野県連の職員の女性または秘書。ここまで情報がですね、つかめてます。ね、不倫相手はね、これ長野県連のね、あの、職員、もしくは、 えー、どっかの銀座の秘書じゃないかっていうことは分かってます。ただ警察はこれ完全に特定してますね。事情聴取をしてるわけですからね。そして、で、ここなんですよ。不倫相手。ダブル不倫から始まったんやけども、不倫相手の方はもうすでに離婚をしていた。なんで離婚したんそうですよね。丸山、私は不倫になったで、あんた、はよ離婚し、や、うちと一緒になるって言うてたやろ。<laughs> 怖い怖いという話ですよ。 分かりますよ、ね、こうやって詰め寄られていたっていうのは間違いないね。ここは離婚して自分不利になってるんやから。あんたどないすんねっていうふうに言われた。で、ここで僕の考察はここでこの間お話した通りですよね。はい。えそしてですね。 え、愛人は警察で取り調べも受けていたとね。そしてですね、この丸山の奥さん、のぞみさんの実家っていうのは名門名家です。ね。このあの、酒屋も名門名家ですけど、実はですね、前回僕間違ったこと言ってます。お金には困ってなかったから保険金殺人はないんじゃないかという,ような発言をしましたけども、え、実はですね、この酒屋、ね、えー、実家の酒屋めっちゃ金に困ってたということが判明しました。申し訳ございません。 で、この奥さんの方の実家なんですけど、ここに書いてるようにですね、えー、こういったですね、元山、うるしき店っていうですね、これ、うるしき店って読むのかな合ってる間違ってたらごめんなさいね。えー、こういうですね、全国展開の老舗なんですよ。本社、九州、東京、船橋、仙台、札幌、そしてショールームも全国に2カ所あるですね、非常に大きな老舗、もう70年続いてる老舗の娘ということがわかりました。そしてですね、その下に書いてます、ね、この丸山の酒屋さん、 ね、えー、なんとですね、この実家から資金援助を受けていたということが分かりました。で、経営があんまりうまくいってない理由の中にですね、実はここの、あの、酒蔵が出しているお酒で、なんとか金っていう金があって、すごい酒がまずくなって、本来その金が入っていたらダメなようなものがあって、普通だったら回収するような事件やったらしいです。市場に回ってるね、お酒を回収せなあかんやつも回収してないというようなことがあったりとかですね、して、あんまり経営うまくいってなかったということでした。ごめんなさい。僕経営がう、ま うまくいってるっていうふうにお話しましたけどね、うまくいってないから嫁屋の実家から金借り取ったという話です。はい、えー、そしてですね最後、丸山大輔はお茶だけ。 キャラ、こんなんお茶な系でしょうね。こいつ面白いでしょうね。自分のね、酒蔵がね、えー、塩人あるから言うてね、自分は女好きやからね、女のケツばっかり追っかけてんね、言うてね、塩人だからね、よし、えー、お尻でバレーしよう、シリコンバレーとか言ってわけわからんこと言って言とったらしいです。なんかお尻にまつわるね、ギャグばっかり言ってたらしいです。何がシリコンバレーやね、っていうことやけど。僕ね、こいつをね、丸山大志くんのこのキャラから見てね、ちょっとサイコパス、本格的なサイコパスの事件ではないなと。 サイコパスっぽいところはね、当然政治家とかですね、芸能人とか、会社の社長の20%はサイコパスって言われてますからね。で、普通の一般の人はだいたい1%っていうふうに言われてます。まあ、こういったサイコパスの中でも、やっぱり会社のトップに立つ医者とか、弁護士とか、政治家とか、こういうのはものすごくサイコパスの割合が高いんですよ。ね。だからサイコパスといえばサイコパスと思いますけど、マイルドサイコパスじゃないかなというふうに思います。サイコパス疑惑はマイルドサイコパス落ち着くんじゃないかなというふうに思います。 こういったキーワードが事件を追っていくね、鍵になるんじゃないかなということなんですね。そしてですね、ちょっとこれ、ついこれ見てください。これね、僕ちょっとね、あのー、アリバイ工作をする時の時間軸を追ってみたんですよ。これ何の時間軸かというと、もともとですね、この丸山は警察の取り調べに事件があった当初ですね、何を言ってたかというとですね、 俺は議員宿舎におったんやと。議員宿舎におって、朝6時45分に息子、ね、これね、あの、小学校1年生の子供が6時45分に発見して、そして中学校の兄貴に言って、そして兄貴が親父に電話してるんですよ。おかんが大変なことになってるよってね、こういう流れなんですね。だから俺6時45分にね、あの、長男から電話を受けたんやと。でも第一発見者は小学校1年生の次男です。ね。 で、そっから慌てて6時45分電話を受けて、そっから、 まあ、あの、現場に向かったんや、という話やったんやけども、警察がそこから1年2ヶ月かけて、なんで今逮捕に至ったかというとですね、お前その愛してね、議員宿舎におったやないかと、議員宿舎こんな感じ。めっちゃ狭いんですよ。でね、この長野県令の議員宿舎っていうのは、長野県庁の隣、すぐ隣にあります。長野市内のね。で、ここに、だいたい議員でも1泊1000円払って泊まるんですよ。ほんで、議員以外の家族も一切泊まりません。議員専門の宿舎ですよね。 1000円払ってこいとまったら非常にね、まあ、言うたら学校の寮みたいに厳しいみたいですあの。女連れ込んだりもできませんここはね。で、えー、そういう中でここの議員宿舎から出発したということなんですけども警察が調べたらお前なんやねんよ車もやな幹線道路通ってやなカメラ映ってるぞとね。でお前の GPS も探知してるぞと。でこの GPS に関してお前がこのねこの。 奥さんが亡くなったのは6時45分に発見されてるけど、深夜の0時からこの6時45分までのこの長いこの時間の中が死亡推定時刻やと。ここもちょっと僕おかしいなと思うんですけど、こんなに死亡推定時刻ね。だと奥さん発見されたのは6時45分でね。 深夜の12時から、それ6時間でちょっとえらい長いなと。なんか警察の書いたストーリーに、ここ長くしとかなあかん何かがあったんじゃないかななんて考えるのが僕なんですよ。もっと短く絞れたんちゃう死亡推定時刻は、例えば深夜の2時から深夜の4時とか。 これ、もう死んですぐやからすぐわかるようなもんやけどね。えらい長いでしょすぐ発見されてるのにね。ここもちょっと怪しいな。警察がなんか、丸山のなんかアリバイを、ね、ガチとするためにで。こんな事件ありましたよね。昔の、あれもそうじゃないですか。岩手県のね、二人の小ね、この事件もそうですよね。なんかいろんなこう。 細工してましたよね、事件のね。まあ、そんなような形の中で僕はちょっと時間軸にこだわってみたので、このボードを出してます。ね。わかりますよね、僕の言ってる意味ね。えー、わかれへんって、もう1回目の動画を見てみて、すごく詳しくちょっと話してるからね。<laughs> だんだんしんどなってきた。時間のこと気にして喋ってるからね。で、これ時間軸ね。えー、ちょっと地図見てください。ね、これ地図で調べたんですよ。あのー、N システムに映らないように、車の移動は高速を使わずに下道で行ったと。 で、下道で行くとこんなルートになります。で、このルートで行くと2時間17分かかります。長野県の県庁から。 ね、この実家まで2時間17分かかると。そうしたら大体こういう風な時間軸じゃないかっていうのを予測したのがこのボードということになります。上から見ていきましょう。ね、23時30分、長野市内で宴会終了。これは裏取れてます。宴会やってたらしいです。長野市内でね。そしてそこから大体ね、宴会場からですね、ほな、さよならー、ーで車に移動するのに30分時間見たら12時ぐらいに車発車したんじゃないかと。ね。で、車を発車12時、そしてそこから2時間17分かかる。 あるけども、2時間15分ぐらいして行きましょうね。なんだかんだ言ってね、2時15分には自宅に着いたと。 ねえ、そして、ここから赤字で書いてる。ここから1時間ぐらい、さっさっさっとね、えー、考察を実行したと。まあ、1時間でやったとね。ね。おい、帰ったぞーって、ちょっと事務所来いやーみたいな形でね。まあ、これは顔見知りの犯行ガラガラって開けて1回の事務所に普段着でっていうところは、これは想定できますよね。知ってる人やから、下着着で行って降りて行ったということですよね。一1時間ぐらいでまた考察でやって、今度3時15分です。1時間だからね。で、自宅から出発したんですよ。で、銀色宿舎に着くのは、ここから2時間15分かかるから、5時半、明け方着いてます。ね。 そして6時45分に息子からの電話。非常にタイトです。こんなタイトなことをやるかなぁなぁ、どうかなぁと。でもまあ、アリバイ工作やったらあり得るかなぁと思うんですけども、まあ、こういったことをまとめて僕の考察ですけども、これはね、僕の中でもね、皆さんがおっしゃるように、jj それはって言いますけど、テレビで言ってるようなことを考察したって仕方がないやないの。僕みたいな人間は斜めからバシーと考察して、そこにヒントがあるというふうに考えるのが、 <laughs> 考えるのかっていうか <laughs>、考えてもええやんか、いうことです。ね。こんなふうに思ってます。まずですね、この2時半。 ね、長野市内から宴会終了ってことはありますけども、え僕はこの丸山このまんま2時半からずっとおったと思います。事件が起こったことも知らないのでおったと思います。だけどですね、この丸山の愛人はさっき言ったように離婚を迫ってたわけですね。なんで離婚せんへんねん、離婚せんへんねんって言ってる中で、もう勘忍袋の尾が切れたということで、このこいつの車の合鍵持っとったんですよね。で、合鍵持っとってですね、そして、この車に乗って、 ね、でも車に乗って。 あの、幹線道路は N システムがあるからと。まあ、この N システムっていうのは警察がナンバープレートを追っかけるためにですね、まあ、犯行用で全国に1700所ぐらいあるんですね。だから、オービスとは違います。オービスっていうのは、ま、こ、このような写真ね、これがあのー、いわゆるその N システムですけど、オービスっていうのは、いわゆる車の速度違反をした時だけバシッと撮るんですけど、で、ね、この N システムっていうのは赤外線カメラでずーっと追っかけてるから、通った車全部永久的にいつ何時何分通ったかっていうのがわかる。これが全 全国に所まあほとんどがこの、あのあ、ー、いわゆる高速道路とかねまあそういうところについてるんですけどねでこれを避けよういうことでねこの愛人はねんで避けようか言うたらやっぱりこいつ。 ね、こいつ自体もやっぱり捕まっては困ると。私ら二人を捕まったら困るから。でも自分車持ってへんし、ちょうど合鍵あるし。というね、安易な発想で、よし、ね、彼氏の車、つまり丸山の車に乗って、奥さんやりに行こうというようなことですよね。で、奥さんやりに行くときにですね、下道通っていくわけですよ。な、カメラに映らへんやろうということね。で、ずっとこう行くわけですわ。ね。ほんで、この、じ、 装着するわけです。でもね、交差撮やから、これやっぱり男の手がいるんですよ、男の手がいるということで、実はこの愛人に惚れている、ね、もう一人おったんですよ、男が。こいつが、ほんなら俺も手貸したるわとこうなったんですよ、俺、こいつがおらんようになったら、俺も次ね、議員通りやすくなるかも分からへんから、こいつおらん方がいいし、お前のこと好きやから、お前に手貸すわと、ね、いうことで、この車に二人乗ってこう行ったわけですわ。 ほんで、奥さんは深夜のね、こんな時間にね、なんで事務所に一人でおったんかと、玄関の鍵開いてたんか言うたらですね、この男自体がやっぱり議員関連で知り合いやったんですよ。だから奥さん知ってる人やから、あら、こんな夜中にどないしたんっていうようなことで、いや、ちょっと休養やねーって、ね、ダダさんから頼まれて、とか言いながら、ほんま、ほんま,ほんま入りやで、気性のいい奥さんやから、ほんでガラガラっと開けたんですよ。で、入ったところはこれ男の力でガラッとこう閉めたというような形です。ほんで、また二人でバーンと戻って、車戻してたと。 ね、いうような形だと思うんですよね。そうしたら、ですよ、この丸山は、ね、あの、朝電話かかってびっくりして駆けつけた。一旦知らんのですよ。でも警察の取り調べとか受けてですね、なんとなくですね、この事件って、ひょっとしたらこいつがやったんちゃうかっていうの、うすうす感じてたんですよ。 さあ、それは言われへんよなぁ。これも、ちょっとダブルフリーしてるしな。今度議員のこともあるしなぁと。俺は完全ななんかこう、嫁をやられた旦那を演じておこうかなぁ。みたいな感じで思ったんちゃうね。それでも、ね、あの、だからあんなような会見になったんですよ。なんか犯人がどうのこうのとかね。うん、どうかなってなあの、こうのなったのはほんまに知らんかったけど、おそらくこいつがやったんちゃうか。みたいなことは、もう想定しとったんじゃないかなと。 だから丸山は僕は城やと思うというね、無理やり持っていってるように思います <laughs>。 でもね、これぐらいの考察は必要なんですよ。ね。古畑任三郎もこの辺から始めていくと思いますよ。うん、どうかなということです。皆さんのご意見どんどんください。え、それでは皆さんのコメントをね、どんどん、ね、こんなことを、ジェイジェイや、言うてきたいっぱい言ってきますよ。ね、えー、ゆきこ S さんです。ジェジェさん、こんばんは。私の見解は、丸山が犯人だと思います。でも、サイコパスではないですね。愛人女性の犯行説は確かに腑に落ちますが、インタビューのポンコツぶりは怪しい。みたいな。 なるほどゆき S さんですあと、ちゃちゃさんね、英語でちゃちゃさんです。いや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 、これはさすがに丸山が犯人やと思いますよ。インタビューされた、ね、笑うとかありえへん。目を えー、しばしば瞬きが激しいな嘘をついているからと私は思います。不倫もせやし、経営でも揉めてたと記事に書いてましたね。何にせよ子供たちのことを考えると心配です。そうですね。子供はトラウマですよね。もしもお父さんがお母さんをやってたなんてね。しかもあんなに演技をしてた言うたら、もうこの子供たちの本当どう、精神的なケアはどんないすんのかなと。あと、メグリンさん、もしダブル不倫が原因で彼が犯人だとするならば、奥さんより愛人の方をと思うのですが、うん なるほどね。これも僕とよく似てますね。愛人の方やるんじゃないか、ということですよね。あと、桃さん。 こんばんは。深い話ですね。ゲゲさんの考察もよくわかります。防犯カメラには車に乗っている人は映っているのでしょうかあの防犯カメラにはあの N システムに映ってたんであれば、車の中の顔は、えー、赤外線で撮ってますから、映ります。助手席も映ります。ただ N システムを避けて通ってたということですから、N システム以外であれば、夜はほとんど映らないですよね。自宅の監視カメラですからね。というようなことです。ね。えー、ももさんですね。そして首の骨が折れるなんてすごい力がいるでしょう 何でしょうね人間は身勝手な本性なのでしょうかっていうのがももさんですあとロバート・デ・ニーヒロさんこの人バンバン来てます JJ の「逆いけば当たるで」でもっと考察頑張れやありがとうございますロバート・デ・ニーヒロさん僕の「逆張りします」。 バグチみたいなこと言わんとってくれるみたいな話ですけども。まあ、うん、ありがとうございます。えー、あと、広ロ川田さん。23時過ぎまで、広ロ川カさんで英語でね。うん、え、この方なんかね、あのー、僕初めてチップをもらいました。この方からありがとうございます。えー、23時過ぎまで飲んでいて、えー、その後、愛人と行動していたのでは、運転していたのは愛人かなと思いました。N システムや防犯カメラで確認しづらいように、意図的にナンバープレートがおられていたと聞きました。そうらしいですね。元やんか、みたいな格好して書いてます。 ねそれで奥さんが探偵雇って証拠ばっちり押さえて相手の女も訴えるとかしてたんじゃないのってね。 えー、出るところ、出るとか二人に詰め寄ってたから追い詰められて手をかけたような気がします。ね。えー、ここの骨まで追ってたっていうのでね、男性の力じゃないかなと思いますっていうのが、ね、広ロ川田さん。あと、アメモリンさん。ね。アメモリンさんいつもありがとうございます。えー、テレビのインタビューを受けた時、ニタニタした笑みを浮かべて、悲しみは全くなさそうでしたね。えー、勉強はできた人でしょうが、賢い人間ではなかったんでしょうね。大体の人は物取りの犯行に見せかける、インタビューで 木の旦那を演じますよね私はご主人が犯人だと思っていますが JJ さんの考察もあり得ますねということですあと餅には醤油時々きなこさんです息子さん大丈夫かなトラウマにならないことを願うばかりです長野県警は議員さんと愛人のスマホの GPS は調べたのでしょうかどこに何時間ぐらいいたとかも分かりますよねうん。ゼラニウムさんでもねこの人インタビューに答えるとき瞬きが多いですよね嘘ついていますよねただ犯人は愛人であるというか 能性はあるかもしれませんが奥さんにやられてあんな他人事のような態度と言動と笑顔はどう説明されますかで、えー、ここですねインタビューに来てる時きまばたきが多いねでもこので、ね、多分で、ね、こう思ったんですよ僕はねうん俺はやってへんけど多分この愛心が減ったんちゃうからこれを隠すためにまばたきが多かったんじゃないかなと、ね、僕もまばたき多いのわかりますかねわからないですか、えー、最後ですねはい、えー、大根ぶりさん何かのニュースで丸山が犯人はどこかでバチが当たればいいって言っていた時のニヤッと笑ったヘラヘラ感が心理的に自分が犯人やからまず 犯人が捕まらないし自も起こりないいし自もりみたいな心理イドで笑ってたんだと思いますよって私はこの丸山が犯人だと思います、えー、ご意見のですねほぼ80%以上は JJ を眉屋にお言うてんねんと丸山が犯人やという意見が多かったんですけどもそうやないというふうに僕は、えー、まだ言い切りますうんちょっと難しいですか <laughs> うんだけどね皆さんねこういうようにしてね事件ってねやっぱりねあのこういう斜めとかね逆の考察っていうのは僕は必要だと思いますよ え <laughs> 違うって <laughs>。今回、全然難しいって <laughs>。うん。でも僕は、まだまだ一番初めのね、このボードのようにですね、画点がいかない点があるので、やっぱりこの斜めの考察は必要やというふうに思ってます。だいぶ早口で喋りました。時間もたくさんいただきました。皆さん他の動画もたくさん見るものあるのに、JJ チャンネルを最後まで見ていただいて、どうもありがとうございました。